マリオ・アディソンはアラバマ州バーミングハム出身のアメリカンフットボール選手。現在 NFL のバッファロービルズに所属している。ポジションはディフェンシブエンド。高校時代はアラバマ州のオールチームに2度選ばれた。ノースイーストミシシッピコミュニティカレッジで2007年、2008年とプレーした後、トロイ大学に編入し2シーズンで先発出場12試合を含む25試合に、 出場し、79タックル、13サックを挙げた。2011年7月26日、ドラフト外フリーエージェントで、シカゴベアーズと契約を結んだ。同年11月21日、解雇された。ベアーズでは3試合に出場し6タックルを挙げた。翌日、インディアナポリスコルツからクレームされて加入した。コルツではこの年、3試合に出場して6タックルを挙げた。 2012年、3試合に出場しにタックルを挙げた後、10月1日、インディアナポリスコルツからウェーバーされ、翌日プラクティススクワットとして契約した。10月9日、ワシントンレッドスキンズと契約、5試合に出場した後、11月29日、ウェーバーされ、翌日プラクティススクワットとして契約した。12月4日、カロライナパンサーズと契約した。 2014年6月18日、パンサーズとの契約を2年延長した。この年開幕から5試合でチームトップの5サックを上げるなどパスラッシャーとして活躍した。2015年6サックを上げた。この年チームディフェンスは NFL トップの成績であった。チームは2016年2月7日に行われた第50回スーパーボウルに進出したが、 デンバーブロンコス1 0から24で敗れた。2016年、チームトップの9.5サックを挙げた。2017年2月26日、パンサーズとの契約が3年延長された。2019年第3週のアリゾナカージナルス戦で、カイラー・マレーを3回サックした。第4週のヒューストン・テキサンズ戦でもデショーン・ワトソンを2回サック、した。2020年3月27日、 バッファロービルズと3年契約を結んだ。ありがとうございます。